基本的に、そうなんですよ。美術館でやったことがないんですよね、僕はね。それは何かっていうと、どうも美術館で写真が飾られてるとですね、額の中にこう写真が押し込められて、でこれは芸術だから、まあ、よくありがたく鑑賞しなさいというような態度が、まあ、見え見えなわけです。で写真っていうのは別にその芸術性がないわけでは、芸術っていう分要素もたくさんあるんですけども、そういうことじゃなくて、もっとこう生々しくて、勢いのいいもんじゃないかと。だからむしろそういうところで鑑賞するよりは、マスメディアに乗っけてうんと吸って、週刊誌でも、漫画誌でもいいんですけど、写真がバーッとこう膨大な量をこう世の中に出ていく方が写真として生き生きしてんじゃないかというような考えもあって、まあ美術館なんて写真の死体置き場だよ、作品の死体置き場だよ、あんなところに何か私の生きのいい作品を持っていくことはないなんてね、まあ多少生きがって言ってたんですけども、それが後藤さんがちょっとやってみないってことになりまして、まあそうは言っても美術館っていう空間はね、やっぱりこう非日常的な空間なわけですよ。こんなすごい広い高い天井に真っ白い壁があって、でそんなところにですね、まあ私が言うその写真力が溢れたそういうものを飾ったら一体どうなるのかなと。だからまあ、空間対写真ですよね。その力と力のぶつかり合いって、それって結構面白いな、やったことがないな、じゃあちょっとやってみようかというようなことからですね、まあこの展覧会をやることになったんです。で、やってみてね、実はすごいびっくりしたんですよ。僕自身が なんだねこれはと。実はこれは熊本で最初にやってまして、ここが2回目の場所なんですけど、熊本でもすごいびっくりしたんですけど、このオペラシティでは本当にすごいっていうのは、天井が6メーターぐらい高い大きな箱が4つあるんですね。で1つは、まあ、廊下というか回廊があるんです。でちょうどそれが1つずつの5つのテーマに分かれてるんですけど、今回見ていただくのそれが一つ一つの箱の中に、空間の中に入る。でそうするとね、もう全然見え方が違ってくるんですよ。まあ、皆さんこれからご覧になってくれるんで、いただくんで分かると思うんですけど、とにかく、まあ、一番上はゴッドと言って亡くなった方の部屋なんですけど、本当に皆さんね、手合わせて拝みたくなるような写真ありますから。それからなんかもうみんな亡くなってる方なんだけど、なんかそこに生きてるみたいな感じがして、つまり自分が黄泉の国へ行ってみんなと会ってるような雰囲気とかね。だから違う部屋に行くとですね、写真の中に吸い込まれる、その世界の中に自分がいるんじゃないかとか思うような、とにかく全く新しい経験っていうか、写真と出会った時に新しい体感ができる。でこれはね、僕ね、いやーやってよかったな、美術館って捨てたもんじゃないか、うん、美術館いいんじゃないかっていうふうにこれはやって思ったんですよ。でそれはですね、皆さんこれからご案内しますので、まあよく見ていただきたい。それから、終わった後にですね、まあそのパートパートでですね、皆さんご質問なさってくださって結構ですし、写真も撮ってくださって結構です。から終わった後にですね、また全体を通しての感想とか質疑応答もやろうと思っておりますので、まずは皆さん、見ていただかなくちゃいけない。ですから書いていただくのも結構ですけど、それを読んだ方はですね、もう一目散にここのオペラに来てですね、体感してもらいたいってことをね、すごい強調していただきたい。さあ、まあ見に行きましょうよ、ね、はい。